ホタルビには一意専心に極めようとする人間が多いのよ。ああ、俺は全然ダメ。飽きっぽいから、ほんと。東京ディバンカーやっていきましょう。いや、今回からホタルビっぽいじゃないですか。やっと待ち望んだホタルビのお話になってくるので、ちょっとハクさんに変えさせていただきました。今回から、エピソード5、呪いの花一門目。いや、なんか結構前回の終わりも面白かったじゃないですか。あれがね。いや、個人的にやっぱり初期段階、この子と思った、まあ、スバルさんがいて、で、ストーリーを追っていくうちに好きになったハクさんがいて、とんでもなく面白そうな男、アレイがいるから。超楽しみにしてんの。さあ、やっていきましょう。1話、呪いの人形、死を招く童謡。そうだよね、花一門目って、もともと、こう、なんて言うんだろう、身売りの歌みたいなとこあると思うから、死を招く。いや、このね、プロローグがすごく面白いのよ。いつも、でも今までで一番不穏かもな。やっぱね、こういうホラーが一番好きなとこはあるんだよな。ちょっと和のテイストというか、こう洋風にはない怖さがあるよな。あの子じゃわからん。ノブみたいな。あの子じゃわからん。わっぽいな。この子じゃわからん。あるよね、こう人形を供養するお寺みたいなとこあるもんね。それなのかな。そうしよう。あれ？それで今度こそは本物の試作品、はい、ちゃんと持ってきたんだろうね。持ってきた。モクス、前回超怒られたんですけど。はい、兵器って言い方大げさだとハイド先生は笑ってましたけど。あ、ハイド先生からもらったんですか。俺にとっちゃそれくらい重要な物なんだよ。はい、ご宅はいい、さっさと出しな。先日の試作品違いの失敗を取り戻すべくバッグから今度こそ本物を取り出す。取り戻せモクス。ノロミオさんにはずっと媚びを打っていけ。ここへ来る前にハイド先生から受け取った爆薬の試作品は学園からロミオさんに提供されている海部の一種だそうだ。そうそう、これだよこれ。はい。物一つ運ぶのに一体どんだけ待たせりゃ気が済むんだ。いや、ほんとそうっすよね。こいつなんか前回花火なんて持ってきてね。いいかい。はい、今回のことはこれで見逃してやるけどね。はい、二度と間違えるんじゃないよ。いや、二度と運びたくないなっていうのが正直なとこなんですけど。はい、その説はすみませんでした。いや、花火綺麗でしたね、ロミオさん。それにしても懲戒処分が解けない限りこの試作品もしばらく使い道がないね。でもまだ懲戒処分解けてないんだ。一応会員の討伐は成功したからさ、解いてもいいと思うけどな。まったく、あの時にこれがありゃ実戦で試せるいい機会だったっての。実戦で試すなら他のグールが任務へ行くときついでにお願いするのはダメなんですか。いや、まあ自分の戒具だからそれで使いたいんじゃないの。え、でもさ、戒具もなんかバリンって割られたんじゃなかったっけ。なんか黒猫の単語みたいに売ってませんでした。バカだね。バカですよね。無理に決まってんだろ。そうですよね。そうなんです、こいつバカなんです。この物は、はい、物を爆弾に変えるっていう俺のスティグマがあってこそ役立つんだ。スティグマがそうなんだ。物を爆弾に変える。なんか一番こう、なんていうの、ロミオさんに持たしてはいけないものだと思うんですけど。他のグールが持ったとこでボコボコ言わせそう。こいつはただの衛生化学物質の粉末さ。なるほど。ロミオさんは特注の椅子に座ったまま呆れたようにため息をつくと足を組み替え、こちらに流し目を向けた。3カラットダイヤが入ってるやつね。あの音気になって、私3カラットダイヤの相場調べてきたわ。バカみたいな金額でしたよ。ハイド先生が俺に試作品を提供する。対価として俺は使用時の臨床データを渡す。そのデータを使ってハイド先生はさらに試作品の改良を進めるって魂胆なのさ。俺にとっちゃこの試作品は怪異を無傷で捕獲するための戦略の一つってわけ。あ、なるほど。そんなことができるね、無傷で捕獲するための。
爆発物に変えるのに、俺たちはそんなテロのようなことをしてるのに。ダブダブの関係なの。あ、ウィンウィンですね、わかります。ウィンウィンですね、ワンワンではないですもんね。ウィンウィンかな。海軍って人工的に作れるものなんですね。そうは言ってもまだまだ研究段階だからね。実用化のためには俺の協力が不可欠ってこと。それなのにあんたがとちったせいで臨床データが1回分パーだよ、はい、すいません。眉間にシワが。私だけのせい。いやもうこんな反論とかすんなって。もうめっちゃ怒られるぞお前を爆発物に変えてやろうかって。眉間にシワ寄ってますよ。ロミオさん眉間にすごいシワが梅干しみたい。うるさい。 ETH みたいなこと言ってんじゃないよまったくすぐ怒られる。 DIO のくせに随分と生意気になったもんだね、はい、いや違うんです。別にいいもんだ、生意気っていうか。そうだ、はい、次に似たようなミスしたら落とし前にそれいただくとしようかね。あ、なんすか。そう言ってロミオさん私の手元にあるスマホを指差し怪しく微笑む。え、スマホですか。え、やめてください。まだ残ってるっていうか分割支払いが。このスマホですか。それ学園から支給されたスマホだろ。あ、まあ確かに。俺としては他人名義のスマホなんていくらあっても困らないからね。え、嫌なんですけど。借金の方にちょうどいいから。大体の場合スマホ見られるって嫌だよね。スマホ担保に取っておくんだよあ、そうなんだ。でも私借金があるわけでは。次の瞬間ロミオさん勢いよく立ち上がり手のひらをテーブルに叩きつけた。落ち着けフィーコ。つべこべ言ってないで。あんたは俺の言うこと聞いてりゃいいんだよでもなんかある種気に入られてる感あるけど、ラモックスこの部屋に呼んでくれてる時点で。仮にあんたが死んでも、はい、学園が回収する前に俺が有効活用してあげるからね。何この第一話一つも蛍美要素なかったんですけどもうずっとフィーコをよいしょするだけの第一話お、第二話。カイ先生再び監査役の仕事を。あ、久々に見たな。なんだっけ、あのコロ先生でしょ。なんか一番最初の授業を受けた時以来じゃないかな。寮についての資料の棚は全般両方学園資料あった。この辺の列みたいだ。いや、いっぱいあるだろうな。ようやくロミオさんから解放された私は、解放っていうな、その足で学園の図書館へとやってきた。まあなんだかんだモクス気に入られてる節はあるもんな。今までの経験からそろそろ次の寮への配属が決まる予感がして、事前に情報を集め対策を練るべきだと考えたからだ。学生寮案内最新版、これ。学園資料の棚にあった一冊のパンフレットを手に取り、ゆっくりとページをめくる。パンフレットでわかるかな。パンフレットなんて言ったっていろんな他の人に向けた資料でしょ。内部事情絶対書いてないって。書いてる。星神タイガーを口の周り血だらけにするぞって書いてる。フロストハイム、バガストロム、ジャバオック、そしてシノストラ。この4つの寮は一度任務に同行してるし、すぐ配属されるってことはなさそうかな。まあね、確か寮は全部で7つって言ってたよね。となるとまだ行ったことのない寮はモルトクランケン、うん、主に会議学科、理科学を学ぶ生徒が集まってるか。ちょっと頭良さそうなんだよな、モルトクランケン。なんかディーラーで分かったけど、なんかね、まあジローくんがいて、あとユーリーでしょ。ここも面白そうなんだよな。私も何度か健康診断でお世話になったな。ジロー君とイサミさんがいる寮だ。次はホタルビ、ハクさんがいる寮だよね。そうだよね。言ったってモクスン他の人にまだ出会ってないもんな。日本の怪異文化を守るために作られた日本校特有の寮。あ、日本だけなんだ。そんなところもあるんだ。なるほど、まあ、だからさっきの日本の都市伝説っぽいものがテーマになってんのかな。そして最後はオブスキュアリ。なんか言ってたっけこれ。言ってた。なんでだろう。寮の詳細書いてない。オブスキュアリ。でも銀河鉄道であったルイさんはここの寮のバッジをつけてた気がする。あ、なるほど。あ、ルイルイね。じゃあそこで全部ってことか。そういえばルイさんあれ以来全く見かけないな。あなたの寮すべての案内読み終え、パンフレットを閉じようとしたその時、
まだページある。指先に厚みを感じ、さらにページをめくるとそこには配量と書かれた一覧があった。なくなってる量もあるんだ。ディオネシア、ウルティオ、それにクレメンティア。なんかディオネシアとクレメンティアはなんか聞いたことある気がするんだけど、なんかどっかで話出てきたっけ。クレメンティア、なんかバガストロムの時にモブ生徒はなんか言ってた。クレメンティアがうんぬんかんぬん言ってた気がするんだけど。配慮の日付は3つとも前年度いっぱいだ。あ、でも前年度なんだ。ってことはそのグールたちが放送したきっかけのなんかその廃慮になるまでだからね、あんのかな。だしもともとこの廃慮になったところからそれぞれ転領してきてる可能性は全然あるよね。相良さんとかも前にいた寮から今のジャバウォックに来たって言ってたから、移動してきてる可能性も全然あるよ。ということは私がこの学園に来るまで全部で10個の寮があったってこと。次のページには各寮の一般寮生たちは存続する寮へ再配置済みという注釈だよね。あ、そうだね、一般寮生も、再配置してるってことはグールもでしょ。転寮した生徒たちの名簿が続いてる。どの寮にどれだけの一般寮生が移ったかすごく細かく記載されてる。ジャバオクとオブスキュアリだけは一般寮生から転寮した人がいない。一般寮生からはでしょ。私がここに来る前何かしらの理由で3つの寮が廃寮になった。タイミング的に考えられるとしたら去年の内乱が関係してるんじゃと思うよね。ピーンだよね。おや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 、寮内で予習とはおやおやっていうのはこれ資産クソメガネかな。随分と板についてきましたね。変な笑い方になりましたね。あ、モービー先生。あ、そうだ、モービー先生。あー、驚かせてすみませんね。まあ会いたかったわ、会いたかった。君を校内図書で呼び出そうと思っていたもので、はい、ここにいてくれて助かりました。呼び出しということは、その前に一つ問題です、はい、我が校独自の寮であるホタルビの特徴とは。みんな優しそう。日本の怪異文化を守る。海外の怪異文化、日本の伝統文化で、日本の伝統文化は守ってるのってあれでしょ、あれだけじゃないの。めっちゃ書き鳴らしてたからさ、琵琶を。まあ、日本の怪異文化を守るんでしょ。日本の怪異文化を守るために作られた寮だとパンフレットに書いてありました。大正解。さすが特待生ですね。やった。その調子で今後も頑張ってくださいよ。この先生も独特だな。もうお察しのことと思いますが、この度は君にホタルビの監査役をお願いすることが決定しました。いや、待ってました。ヒャッハ、もうほんとヒャッハです。いや、この日を待ち望んでいたと言っても過言ではない。ここまでね、東京ディバンカー実況やってきて、この日を待ち望んでいましたよ。読めない。キョウムか。まあ、霧でしょ？の中に煙る、幻惑するホタルの光。読めない。次はホタルビ。覚悟を決めていたとはいえ、突然の告知に心の準備が追いつかず、私は呆然とモービー先生を見つけた。いや、一番こう心の準備必要ない場所ではあると思うけどね。今まで結構とんでもない量ばっかりだった。そんなに不安がらずとも大丈夫ですよ。何せホタルビといえばこの学園随一の優秀寮と呼ばれていますのでね。ですよねって言ってましたよね。なんか先生方からも好評だと。そうなんですか。いや、わかります。大人から見てもね、唯一優秀な寮だと思います。他クソガキしかいませんもんね。生徒だけでなく教師陣からの評判もピカイチ。いや、大事です、本当に。それは顧問の私としては毎日鼻高々ですよ。高々ですよ。確かに今までハクさんには何度も助けてもらったり励まされたり、ホタルビには同じように親切な人たちが集まってることなのかもしれないな。そうだね。うん、今んとこ嫌なとこ見てないよ。まあ
何人かはね、こうシノストラのカジノに出入りしてんのは見たことありますけど。どうです、安心したでしょ。とても。しかしながら、あの寮には2点ほど心配事もありましてね。お、2点、こう鬱になりやすいとかあります？こうなんて言うんだろう、こう優秀なのは分かるんですけど、どうしてもこう人の気持ちをね考えすぎているところな寮だとは思うから、こう鬱になってしまったりだとか、まあちょっと社風になってしまったりだとか、そういうとこあります。心配事ですか。はい、ホタルビの敷地内は常に霧がかっていまして、初めて出入りする生徒たちはかなりの確率で迷子になってしまうんです。そこでこの図書室に設置されているジオラマ製造機の出番というわけです。お、ジオラマ製造機。さあさあこちらへ。はい。モービー先生の触手に背中を押され、部屋の中央まで戻ると、広い図書室の突き当たりに 3D プリンターに似た機材が見えてくる。あれがジオラマ製造機です。はい。手前のタブレットに目的の場所を入力すると、ものの数分で詳細な立体地図が印刷されます。へえ。あ、まあドラえもんで見たことあります、その類のもの。この学園の生徒であれば誰でも使用することが可能ですので、はい、いいなこれ。アンズルより産むが安し、早速君も使ってみてください。いいですか。はい。私をジオラマ製造機の前に立つと、タブレットにホタルビと入力し、製図開始と書かれたアイコンをタップした。いいなこれ。すると目の前の巨大な透明ケース内で、粘土のような物体がうねうねと、何これ、何し始め、なんか作ってんな。簡単でしょ。少し待てばこの下の取り出し口から製図された立体地図が出てきますので、それさえあればホタルビの敷地内で迷う確率はグーッと下がりますからね。あ、でも下がるだけなんすか。絶対たどり着けるってもんではないんすか。出来上がりましたら今日中にホタルビへ挨拶に行ってきてください。あ、でも行きたい気持ちはすごくあるんですよ。もう行きたい気持ちは山々、マウンテンマウンテンなんですけど、あ、MM ね、これはフィーコ流に言ったら MM なんですけど。いいから早しゃべれってことよね。あの、なんか前回のエピローグみたいな感じのとこでさ、遠吠え言ってませんでした、狼の和音が。私それだけ心配なんです。わかりました。立体地図の完成を待たず、モービー先生は背中から生えた触手を左右に振りながら上機嫌で図書室を出て行ってしまった。え、でもなんか不安なこと2点あるって言ってなかった、あの人。あと1個は、あ、何あの顔かわいい。うるせえ。あ、でもいいな、でもホタルビ本当に優秀なんだなっていうのが伝わってきますね。ダンテ先生見てください、毎日やつれてますよ。ああ、そういえばホタルビの心配事をもう一つを言い忘れてしまいました。言ってくれるのかな、たまに鬱になりますっていうの。まあなんとかなるでしょう。さてと、早速昇級の交渉といきましょうね。お、昇級交渉ね、まあ大事ですね。じゃあ今からもホタルビを行くんだ。ホタルビの案内に再会の白と騒がしき男。あ、私個人的にね、白さんに会いたいっていう気持ちはめちゃくちゃあんの。 MM なの。あ、マウンテンマウンテンね。いや、こっちのさ、あれも結構気に入っては来てるから、早くで会いたいよな。あ、こんなところでベベン。ゼンジさん、うん、あれかな、なんか言って、ここでも歌っている。リトルシープ。めっちゃ奏でてんな。一回さ、なんだっけ、あの、2ちゃんみたいなのじゃん。D チャンネル。D ってなんだっけ、あれ。あれ見たときに、たまたまのお悩み相談室あったじゃん。ゼンジさんだったの、もしかして。またいるぜ、あの不気味なやつ。お前らに比べたら全然不気味でもなんでもねえ。本当だ、金も。お前、早くあっち行こう。あんな奴らばっかり、本当に。さあ、この胸に。撮影中かな。エスケープ。いいな、ゼンジさん。うん。うん。
めっちゃ絡んでてる。終わりが見えない。いつクリックしていいのか分かんないわ。ふむ、お、今日も迷えるリトルシープはいない。あ、いますよ、モクスンというリトルシープが。あー、平和なエブリデイ。これは僕の活動が功を奏したという証。お前向き。毎日毎日お前さんも飽きないね。いや、でもこれがいいとこだと思いますけどね。何を言っているんだい、ハク君。継続は力なり、好きこそものの上手なれだよ。ああ、確かにな。余計なお世話だったわ。ハクさんでも持て余してんのかな、この人。ボーイ、静かにしたまえ。ボーイ、静かに。続いてた。終わったかなって思ったの。これは、ミラクルな旋律を思いついたよ。降りてきたのかな。ハク君、この感動を忘れてしまう前に、いつものカメラで記録をしてくれないかい。はいはい、適当に撮ってるから、どうぞお好きに歌っててくださいよ。あ、そうなの。 YouTube のそっちに携わっていたの、ハクさん。あの浦島太郎とかも編集してくれたのかな、ハクさん。あれ、ハクさん、こんにちは。こんなところでどうしたんですか。立体地図を手に入れ、早速ホタルビへ向かおうと中庭を通ったところで偶然ハクさんの姿を見つけた。そのハクさんよりもっと面白いもんあるだろ、目の前に。ああ、特待生か。いい天気だからさ、ちょっくら散歩中。確かに今日はお散歩日和ですね。何の写真撮ってるんですか。いい被写体があそこにいるだろ、モクス、見てみ。おやおや、まさか君はハク君やトワ君がよく話題にしている特待生とやらかい。え、よく話題にしてくれているんですか。ちょっと詳しく教えてください。何の話をしてるんですか。素敵なガールだね。あいつ逃げ出したとか言ってないですよね。そうそう。お前さん初めて見るのか。まあ、毎日。ちなみにこれ写真じゃなくて動画な。あ、そうなんですか。全然撮ってもらっていいです。あ、すいません、私普通に話しかけちゃいました。いや、モクスンこそね、毎日ハト飛ばしてて本当すいません。いいのだよガール、ちょうど今僕のビワーを披露していたところなんだ。いや、実はチャンネル登録してるんです。これからすりゃこんな撮影してるよりお前さんとだべってた方が楽しいしな。いや、もうそんなこと言うて、もうゼンジさんあっち行ってほしい。あれ、こんな撮影とはしっけえな。つつうらうらのファンが待ちわびているのだよ。いや、もうほんとあれなんだけど、この楽器ビワですか。正解。全然響いてねえじゃん。もっと言うとこれは楽器型の怪異でさ、こう見えて生きてんのよ。あ、そうなんだ。怪物だったりするのかな。ハクさんの紹介に応えるように、矢はふわふわと宙を漂いながら味わいのある独特な音色を奏で始める。へえ。え、じゃあ別にこれゼンジさんが弾いてるわけじゃないってこと。楽器型まで。怪異って本当にいろんなタイプがあるんですね。演奏はその個性的ですけど、とっても綺麗な音色。君、このビワーの音色の美しさが分かるのかい。いや、分かります。タコマルにも響いていました。なんてセンスのグッドなガールなんだ。いや、もうグッドガール、ボックス。本当だな、大したもんだ。ああ、この出会いに感謝しよう。お、たまたまだ。僕は言霊禅師。あ、言霊禅師。未来の天才作家さ。言霊って呼ぶんだ。すいません、なんかたまたまとか言っちゃって。今はホタルビという鳥かごで羽を休めているのだけれどね。以後お見知りおきを頼んだよ、特待生くん。はい、禅師さんね。たまたまって呼んじゃうから、どうしてもあれに関しては。もう今読めないからね、もう忘れてるから、たまたまの本当の名前。新たな寮の歓迎。雨露の角をくぐってでいいのかな、潜ってなのかな。潜らないよね多分。でも綺麗な場所。ところでお前さんが持ってるそれ、うちの地図じゃねえの。マクさん首をかしげながら、私が抱えているホタルビの立体地図をまじまじと覗き込んだ。まるでスノードームのような球体のガラスの中には。あ、そんななんだ。ホタルビの敷地を模したであろう精密なジオラマの世界が収まっている。あ、そうなんです。実はついさっきホタルビの監査役に決まりまして、モービー先生からのアドバイスでご挨拶に行く前に立体地図を作ったんです。おお、そりゃ嬉しいニュースだ。お前さんが来てくれんの
一同楽しみに待ってましたよ。いやもうモクスン含めアジムラも一同楽しみに待ってましたこの日を。ああ、ここに来るまで長かった。ハク君、早速彼女を我が両者へと案内したまえ。そうだな、初見さんだとその地図があっても大体迷子になっちまうのよ。あ、そうなんすか。モービー先生多分行けるって言ったの。ここで先に会えてよかったわ。とりあえずうちの寮長を紹介するから一緒に行こうぜ。いや寮長さんも私実は大好きなんです。そう言ってハクさん微笑むと私の頭にポンと優しく手を置いた。ハクさんはねちょっと距離感バグってるとこあんのよ。これは何なの、チャラいって済ましていいの？すいません、いつも親切にしてもらって。あれあれ君は愛も変わらずアマちゃんだね。アマちゃんでいいのこれ？大した男だよ。これチャラいじゃないよなんか言っていいのか不安だったよ。なんかルイルイがそのチャラい枠なのかなと思ってたけどさ、本当のチャラさってこっちじゃないの？いやいや、お前さんが迷子になると俺が探さなきゃならんからね。面倒なだけ。いやもう それちゃんと付け足してくださいね。明るいうちに道覚えてもらわんとな。チャライ認定しますよ私。いったいった。ハクさんに背中を押され、私たちはひとまずホタルビの両者へと向かった。お到着、ウェルカム我がホタルビへ。どうだ、素晴らしい眺めだろう。これやっぱり和のテイストなんですね。こう日本の怪異文化を守るとも言ってたし、あ、いいな、綺麗なお庭。あれ、今まで晴れてたはずなのに急に雨が。まあ天気もそれぞれ違うって言ってたもんね。目の前に広がる静かな日本庭園にはしとしとと雨音が響き、薄色の霧が立ち込めている。その奥にはうっすらと日本母屋の屋根が覗き、まるで古都かまあ古い都ですね、いるような趣が感じられた。いや個人的には超好きですよこの感じ。あ、うちって年中雨が降ってんのよ。ジメジメして嫌だろ。いやでもフィーコ喜ぶんじゃない部屋の中に滝こさえる男ですからね。大きく息を吸うと雨の匂いが鼻を抜け、胸のあたりがなんだか少し切なくなる。いやとても幻想的で少し懐かしい気がするというか、やはり君はよくわかっているね。アク君、よく聞きたまえ。この雨露の織りなすハーモニーこそが僕たちの創作意欲のエネルギーなのだよ。それは失礼しやした。はい、傘。突然視界の半分が藤色に染まり、頭上では雨粒の 和傘の神を叩いている。いや、おしゃれ。これ一本しか持ってきてねえからさ。ビニ傘じゃないんだ。お前さんが使って。え、いいんすか、いいです、濡れますって言ってもね、さっきまでフィーコの部屋で滝に当たってましたから、もうびちょびちょですからいいですよ。そんな私は大丈夫です。俺ら毎日ここ通ってっからさ、面倒なんでいつも傘なんかささねえのよ。え、本当に？え、絶対嘘じゃん。だって持ってきてたんでしょ、傘。ほらほら、これ以上濡れちまわねえうちにさっさと両者入ろうぜ。え、絶対嘘じゃん。ハクさんは中は無理やり私に傘を渡すと、ジャケットを雨よけにしながら敷石の道を小走りに行ってしまった。ガールにこうも遠慮させるとは、ハク君もまだまだだね。いやでもあれはいい男ですよ、本当に優しいじゃん。いやこれがレオとレンだったら自分で傘差しますってもうレンは自分絶対濡れたくない派でしょ。レン君だって、これ俺の傘なんで雨降るって分かってて持ってこなかったんすよねって言って、全然自分の傘にしていくぜ。さあ我々も行こうかあの1年生の言霊禅師が君をエスコートするよ。お、ありがとう。いやみんないいな。両者の中も風情があって素敵ですねどこもかしこもガタが来てて補修が必要なところばっかだけどな。おやおや、おかえりなさい副寮長。雨も滴るいい男とはまさにこのことかな独特嫌なやつではないんだけど、独特なやつ来た。あら、お客様ですか。我がホタルビへようこそいらっしゃいましたね。いやなんか初めて一般寮生がちゃんと喋ってくれた気がする。うん、なんか今までの関わってきた一般寮生ってさ、変なやつ多かったからさあ、
なんかやっぱりホタルビア一般領船の長こうなんかおしとやかなんですね。諸君、温かい出迎えに感謝するよ。ここはあんまりグールと一般領船仲悪いとかないのかな。ちょうど今戻ってきたとこでな。こちらは特待生さん。モクソンです。しばらくうちの手伝いをしてくれることになったから困ってたら助けてやって。それはもちろん構いませんが、こうして両者で鉢合わせるのはなんと珍しいこと。我々は各々の作品作りに忙しいのでね、不要不急の外出は滅多にしないのだよ。あ、なんか作品作りとかしてんだ。まあ、なんか芸術分野にこう特化してるみたいなことも言ってたか。確かにそうだな。ま、機会があったらよろしく頼むよ。ええ、特待生さん、何卒よろしくお願いいたしますね。あ、いいな、ここの一般寮生素敵だわ。はい、よろしくお願いします。ところでうちの寮長は。僕は作品作りで部屋にこもっていたからね。君は知っているかい。客間にはいらっしゃらなかったですよ。私もしばらくお見かけしていません。そうかそうか。じゃ、適当に探してみるわ。ありがとね。引き止めて悪かったね。君たちの新作楽しみにしているよ。あ、なんかいいな、ちゃんとグールと一般寮生が仲良さそうで、ボクスも安心できています。今までどこもひどかったんですよ。なんか噂話大好きフロストハイム寮生の住友とかね。なんだかみんなマイペースというか適度な距離感を保ってるみたい。そうだね、深入りしすぎてないね。私はホタルビの寮生たちに会釈し、廊下を進んでいくハクさんの後を追いかけた。それが一番だけどね。今日は授業が休みっつってたから、多分ここにいると思うんだが。純和風の作りである寮舎は、寮長室の扉も学園では珍しく引き戸になっているようだ。へえ、あ、上に鯉飛んでんの、すごい。スバルさん、お客さんが来てるぜ。スバルさんね。ん？ここじゃなかったか？草薙さん、じゃなかった。ハクさん、どうしたの。何、最近友達になったの。おー、いたいた。スバルさん、今いいか。ごめん、今ちょっと着替えてて、支度に時間かかるから客まで待ってもらっても大丈夫。彼女じゃん。急にお邪魔しちゃってすみません。お客様もそこにいらっしゃったんだ。こちらこそ扉越しにごめんなさい。こんな扉越しでいい人見たことある。よし、じゃあ客まで茶でも飲んで待ってるわ。準備できたら適当に合流してくださいな。いや、なんか本当にさ、ずっとみんながいい人じゃん。全員、マジで全員いい人なんだけど、いつか裏切られるんじゃないかって今もうすごいドキドキしてる。わかった、急いで向かいます。だって今までそうだったもん。こんなにちゃんとしたりをなかったから、いつか裏切られると思っちゃう。連れ回して身構えちゃう。そういうことで客間に案内するよ。ありがとうございます。はい、大丈夫です。束の間のティータイム。放課後ティータイムだ。しかし僕はあえての麦茶派なのだよ。あ、そうなんですか。私イエモン派です。わかるかい、あの香ばしい、どこかノスタルジックな香りが。わかります、実家感ですよね。おや、おや、二人とも待ちたまえ。麦茶は嫌いかい。無視なの。うん、ジェンジさん、なんであんな無視されてんの。めんどくさくなっちゃったのかな、モクスの中でも。お、僕は静かなる寮長。ホタルビ寮のわびさび。わびさびですね、本当に。麦茶でわびさび感じた。いや、やっぱね、これダメだな。多分やってきた順番というか、まあ前回がシノストラだったのもあると思うんですけど、いつか裏切られるんじゃないか。いつかイーネバトが撃たれて、口の周り血だらけになるんじゃないかとか、そういうこと思っちゃうんですよね。何かが起こるのではみたいな。何もなく平和であれ。どうぞ。何これ。ありもんですまんね。ウリボーみたい。美味しそうな和菓子。こんなポケモン見たことある。遠慮なく食べたまえ。わ、すごい。なんか掛け軸から木が出てきたもんね。あれ何？うん。優しい甘さで。まあ、絶対ウリボーじゃん。美味しいです。背景ウリボーだ。そりゃよかった。おそ松さんです。お口に合ってよかったよ。そのデザートは僕が選んだイノコ餅という和菓子さ。イノコ餅。イノ月の最初のイノ日、イノ国に食べれば無病息災や子孫繁栄が叶うと言われていてね。
かの源氏物語葵の城にも聞いてないな。めっちゃお茶飲んでる。猪子持が登場する場面が。ごめんね、お待たせしちゃって。善治さん善治さん好きだな、可愛いな。あ、やっとスバルさんに会えましたね。蛍火寮長の香上スバルと申します。それ何？ご挨拶が遅れ大変失礼いたしました。これ何の服？特待生です。深々。こちらこそ急にお邪魔してすみません。深々深々。香上スバルって聞いたことある気が。なんか有名人って言ってたよ。この人有名な歌舞伎一家の跡継ぎでさ。あー言ってたね。学園に来る前は芸能活動もしてたからよくテレビにも出てたんだよ。へー、見たことあるか。藤の家といえば江戸時代から続く屈指の名門の一つさ。よっ、藤野屋。藤野屋、なるほど、通りで。やめてよそんな昔の話は。あ、歌舞伎の。それより特待生さんがどうして蛍火へ。はい、監査役として蛍火に同行するようモービー先生から指示がありました。これが両服だったりすんのかな。うん、なんか結構おのおの寮によって違うじゃん。もうほとんどジャケットっぽい感じだけど、それこそジャバオクは作業着だったりしたから、ホタルビはこの衣装なのかもしんないね。超和じゃん。まあ、ちょっと怪しいけど。それでまずはご挨拶に。監査役？去年のゴタゴタ以来、監査役も廃止寸前だったろ。ほら、みんな辞めちまってさ。辞めたんだ。この子、スティグマを強化する力があるってのと、マッチが効かないってんでさ。学園が監査役に適任だってこき使ってるわけ。グールの見張りにもってこいだろ。全然見張れてないんですけどね。そういえば入学式の時理事長が言ってたね。はい、ごめんすっかり忘れてたよ。いや全然忘れてもらって大丈夫。確か呪いの影響だったよね。はい、その呪いを解くためにも私も任務に同行してもっと情報を集めたくて。任務も一緒だって。いたいけなガールがそのようなデンジャーを犯すべきではないよ。うん、危険をね。アドベンチャーは僕たちだけで十分さ。そうだろう、スバル君。今緊急で片付けなきゃいけない任務がそもそもないような。あ、そうなんですか。困ったな。あ、別にこう事件が起こってるわけではないんだ。え、任務ないんですか。俺らは基本日本に土着してる怪異を専門に扱ってるんでね。他の寮に比べて取り扱い範囲が狭いってのと、割と理解ある古参の怪異相手が多いのよ。怪異にも古参とかいるんですね。初見の怪異とかもいるってことか。まあ、タケル初見っぽかったもん。ま、何事もないってのはいいことなんだが。そうなんですね。日本は古くから怪異を八百万の神として崇める風習があるからね。多様性を認め合い、お互いを尊重する素晴らしいカルチャーだよ。あ、中多様性ですね。もちろんそううまくいかないこともあるけどな。ま、トラブルが少ないのは確かだ。まあ確かにな、日本特有かもね。その怪異に対して、ま、神として神格化してしまうのは確かに日本だけかもしれない。その分なかなか成績が上げづらいってデメリットもあるんだけどね。え、でも優秀って聞いてます。あんたはしっかり授業とテストで上位キープしてるだろ、優等生さん。あ、そんな、他にやることがないだけだよ。いやマジでスバルさん、なんか物腰が柔らかいというか。でも鬱になりそうだな。任務がない、そしてトラブルが少ないというホタルビの実情に拍子抜けしていると、ハクさん私の顔を覗き込み眉を下げる。やっぱ距離感バグしてんだよな、この人。正直お前さんの呪いの情報ってのもここじゃ専門外になっちまうかもな。うん、そうみたいですね。とはいえ毎日こうやって茶だけ飲んで解散ってわけにもいかねえし。スバルさん、なんなら低ランク任務からちょうど良さそうな調査探してみるかい。ああ、低ランク。なるほど、ちぎる秋なすび。ちぎる秋なすび。それなら特待生君の安全も保証してあげられるね。ああ、なるほど。そうだね、そうしようか。そんなわざわざいいんでしょうか。マジで優しくない、ここの寮。もちろん単位に余裕があって困ることはないし、せっかくこうして来てくれたんだ。え、もう優しい。
むしろろくにおもてなしもできず、いえいえいえ申し訳ないくらいだよ。あ、このイノコ餅もらってるし美味しいです。麦茶も、いえ美味しいお茶に和菓子までいただいて十分ありがたいです。喜んでもらえて何よりだよ。また君の口に合うデザートを僕が選んでおこう。やった、ちぎった秋夏以来でお願いします。特待生さん、今後とも何卒よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ただ今日は僕が遅くなったせいでリストを吟味する時間まではなさそうだね。いや全然悪くない、スバルさん悪くないですよ。なんならね、なんなら琵琶をかき鳴らした時間長かったなと思うので。任務を選ぶのは明日でも大丈夫？全然大丈夫です。それなら俺の方で決めとくか。スバルさんと違って毎日暇なんでな。本当に？じゃあお願いしていいかな。了解。ハクさんが副寮長でいてくれて助かるよ。僕なんかじゃ寮運営は重荷で。なんか本当みんなが助け合ってんな。今までそんなことあった？今までこんな全員がちゃんと助け合ってる寮って、フロストハイム、バガストロム、ジャバボック、シノストラ、ないな。ノー、スバル君はよくやっているよ。マジでいい？もっと自信を持ちたまえ。いや持ちたまえ。何言ってんだ。お前さんがこの学園で一番まともなグールだよ。いやマジでさ、いい時間過ぎて全員がいい人でね、いつか何か起こるんじゃないかっていう、こうドキドキが止まんないですよね。じゃあこっからは次回やっていこうかな。いやなんか絶対なんか誰かやみますやん、ホタルビの誰か。いやこれ超好きなんだよ。そんな驚くもん。いや背中に影鬼くっついてるから払ってやろうと。いや私実はねスマホでも冗談だよやってるんですけど、この別アカウントでね東京ディバンカーやってるんですけど、なんて言うんだろう、このワーのハクさんが超好きで何回も見てんだよな。でなんかこれさ、まだ全然出会ってないんですけど新しくガチャ出たんですよ。エドワードハート、なんか新章が追加されたっていうので、なんかこのエドさんかなっていうのが追加されてるんですけど、このルイルイと同じ量の方らしいですね。引くか、1枚引こうぜ。これは知らないな、この子知らない。え、違うじゃん。なんかどうせ誰か欲しいっていうかね。お前じゃないっていうかね。お前は多くない？